はい、というわけで救急戦隊555より流星合体デラックスビクトリーマーズのレビューいかがだったでしょうか。こちらは555がビクトリーロボから乗り換えるマーズマシンでしたね。ビクトリーロボは地球上の、特殊車両みたいなのがモチーフだったんですけども、今回のこのビクトリーマーズは、宇宙で活動できるような仕様になってますね。劇中ではグランドライナーが直列につながってロケットみたいに宇宙空間に飛んでいく描写が印象的でしたね。1号ロボのビクトリーロボと同様にグランドライナーに格納できるっていうのがいいですよね。で、同じように格納されているにもかかわらずビクトリーマーズに合体するとビクトリーロボも大きいっていうのがね、驚きのポイントでした。またビートルマーズっていう惑星探査機みたいなね、形態にも変形できますね。戦隊の歴史上4つ足の探査メカになるってことはなかなかないですね。そしてこちら超装甲のアイテムになります。いかがでしょうか。こちらは私が 3D プリンターで作成した、超装甲パーツですね。555と銀河マンが登場する V 神話の特別な OVA で、こちらのビクトリーマーズが銀河マンの力を得て、超装甲するっていうね、超装甲ビクトリーマーズっていうのが出てきたんですけども、映像のみで玩具化されてなかったので、ちょっと自分でも欲しいなと思いまして、自分で作りました。3D プリンターを買って一番最初に作った作品ですので、今見ると、そこそこ荒があるんですけども、結構気に入ってますね。ビクトリーマーズは合体とかの要素はなかったんで、こういった強化アイテムがあると、パワーアップした感じがあっていいですよね。こちらのビクトリーマーズを購入の際は、メルカリやヤフオクで探すことになると思うんですけれども、このジェットランスのジェットがなかったりすることがありますので、そちらの欠品にはお気をつけください。というわけで今回の動画は以上になります。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録や高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ラースバでした。